アイテム番号、SCP-19、オブジェクトクラス、ケ、テル。特別収容プロトコル。SCP-19 は幅広の格子に乗せて広さ3メートル ×3 メートル ×4 メートルの強化コンクリート製の部屋に置き、部屋には焼却設備を取り付けてください。焼却設備を起動していない時には室温摂氏0度を維持してください。板ガラスの窓で仕切られた観測室を SCP-019 の常時観測に使用し、もし SCP-019、2個体に気がついたらその時は焼却設備を起動してください。SCP-019、2がアウトブレイクした場合、各個体は下記でも処理できます。とはいえ、群れがアウトブレイクした場合には、火炎放射器の方が効率的かもしれません。SCP-19 は常に立てておいてください。説明。SCP-19 の見た目はとても大きな陶器の花瓶で、口のところで直径 1.8 メートル、高さは 2.4 メートルです。様式や装飾からは古代ギリシアで作られたものと見えるものの、年代を結論するのは不可能で、それは未知の手段によりその表面が全く破壊できないようになっているためです。もしうまい破壊手段が見つかれば、議論の余地なく SCP-19 は破壊されます。定期的に SCP-019 から実体が出現します。これらはひとまとめに SCP-19、2としています。実体たちは様々な側面で多様でありますが、傾向としては小さく、大雑把には人型で、動物型の姿を取ることもありますが、ひどく敵対的です。歯や爪で攻撃してくることもよくあります。かなり脆い、しかも、驚くべきことに、よく燃える、にもかかわらず、実体たちは十分に力強く、多数になると憂慮すべき脅威をもたらします。完全に安静な状態で摂氏0度に保っている時には、実体は SCP-19 から1時間あたりおよそ1体の頻度で出現することになります。以下の傾向が SCP-19、2の実体化の頻度に影響することが知られています。SCP-019 の移動、SCP-019 への脅威、寒暖どちらであれ極端な温度、周辺環境一般の突然の変容、SCP-019 の内部に物体や生体を入れること、洪水、反応を起こすことが知られています。SCP-019、2の実体化の頻度に影響があるかもしれないしないかもしれない傾向は、SCP-019 近くに生きた人間の存在すること、現在の天候、SCP-019 旗の特定の個人、あるルエク人かは他の人よりずっと激しく SCP-019に発生頻度に影響を与えているらしい様子です。加えて、SCP-19 をひっくり返したり傾けたりすると、まるであらかじめ SCP-19、2個体で、満たされている、かのような反応を返しますが、にもかかわらず SCP-19 を上から覗き込んでもただ暗い穴を見るのみです。対象をいじり回すと SCP-019、2の生産頻度が上がるせいで内部空間の広さを測るのは困難ですが、外側を測った大きさとは一致しないだろうと予測されます。ほい。文書 SCP-019、2、A。SCP-019、2に関する記録、ライト博士とオークス博士により書き続けられた。年、月、日、SCP-019、2個体を収容室から持ち出し強化檻に入れ、水と生きた鶏と食べ物として与えた。個体は静かで、持続的で、不明瞭な発語を行うが、これは音声学的にはコギリシア語族の言語に似ていると特定された。この類似の理由は未詳とはいえ、今のところ個体については動物以上の知性は持たないものと考えられる。個体は48時間以下しか生きられず、解剖の結果、生態構造は細胞レベルでは通常の生物学の知見と一致することが明らかになったが、しかし筋骨構造は極めて不安定なものであった。他に特筆すべき特異性としては、呼気有機系の不安定さ、次に消化管がないこと、そして実質上他の内臓が存在しないことが挙げられる。だ。の個体を捕まえても全て同じように振る舞い人だ。10。SCP-19、2個体は SCP-19 の外では優位の時間生きるつもりがないように見える。オークス博士。年、月、日、SCP-019、2個体にさらす時間が長くなってしまって収容ユニットが少々傷んでしまった。これは、部分的に透明になっていたせいで監視チームが見失ったからだ。記録にない SCP-019、2である。監視チームはさらなる特異性についての報告を継続することにする。
年、月、日、監視チームの報告によれば、現在 SCP-019、2個体の一部ははっきりと焼却への抵抗性を他のものよりも強く示しているとのこと。SCP-19 の方の防衛機構なのでは、という仮説が考えられる。年、月、日、ほとんどの SCP-019、2個体が今や焼却装置の効果に対してほとんど完全な抵抗を示す。焼却装置の代わりに酸素を用いることを考えなくてはならない。SCP-019-2 の進化については目下研究中であり、あるいはこれは SCP-019-2 に近くが存在する証拠となるかもしれない。